上向きの踏み機の四部音符、下向きの踏み機の四部音符、4分9分4つの四部音符。四部音符は不備を持たない最小の音符である。四部音符は全音符の4分の1の長さで演奏される音符。しばしば音楽家により四部音符は1ビートであると言われるが、これは必ずしも正しくなく、ビートは音楽の標識号で示され、四部音符はビートであるかどうかわからない。 四分音符は楕円型で塗りつぶした符頭とまっすぐで、旗のナイフ幹からなる。幹の向きは、普通五線0の中線より下にあるときは上向き、中線上もしくはより上にあるときは下向きになる。ただし、幹の向きにより二つ以上のパートを区別することがある。また、頭も幹に対して、向きを逆にする。ユニコードでは U、U プラス2669である。 関連するものとして4分休符がある。これは4部音符と同じ長さの無音を表す。通常はという記号で書かれるが、たまに古い記号であるで書かれる。この音符は定量寄付法のセミミニマに由来する。クローショットという言葉は黒寄付法で、フックが音符に使われていたため、小さいフックを意味するコフランス語クロセに由来する。しかし、 後に登場した白寄附法ではフックが8分音符に使われたため、現代のフランスではクロッシュは8分音符を表す。4分音符は2分音符の半分、8分音符の2倍の長さで演奏される。クォーターノートという単語はドイツ語のビルタルノートという単語の翻訳尺用である。他の多くの言語でもこの音符の名前は同語源の翻訳尺用である。ロマンス書語では通常ラテン語で、 黒を意味するネグラから派生した単語を用いている。カタルーニャ語、フランス語、ガリシア語、スペイン語における、この音符の名前は、セミミニマが定量自ロ寄付法において中を塗った最も長い音符であることに由来するが、これは現代の音符においても当てはまる。ブルガリア語、中国語、クロアチア語、チェコ語、日本語、韓国語、ポーランド語、ロシア語、セルビア語、 スロバキア語における名前は4分の1と4分の1の休止を意味する。ありがとうございます。